トゥーランドブリムの時間です。よいしょ、生徒宅一文書シリーズ最終章、日本の歴史がひっくり返る超考察番外編。今回は隠された聖母マリアの正体についてお話ししていきます。のね、伝承者さえも隠した謎を解き明かす超考察でございますけどもね、はい、今回は番外編でございます。番外編、今回お話しするのはなんとイエス・キリストの母マリアについてでございます。マリアね、マリア、聖母マリアでございますよ。あー、いいじゃないですか。知ってますか、聖母マリア。聖母マリアぐらい知ってますよ。かわいいな、服本で。うん、そうでしょ。ワンちゃん、ワンちゃん、気持ち悪い、気持ち悪い、ちょっとやめて、そういうの。日本神話のお話をしてるのになんでマリアとなるかと思いますが、生徒竹内文書の超考察や世界の秘密にも関わるお話となっているので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、聖母マリアってどんな人なのっていうのを語る前に、聖書とは何かについてお話したいと思います。聖書とはね、旧約聖書と新約聖書からなるキリスト教の聖典なんです。旧約聖書はね、ノアの箱舟とかモーセの海割りとかね、我々日本人にとってもね、おなじみのエピソードが満載なんですよ。で、旧約聖書が扱うテーマの中で特に重要なのが、人類が背負った現在と神との契約です。まあ、人類が背負った現在とはね、神に作られた最初の人類であるアダムとイブがカニとの約束を破ってね、禁断の実を食べてしまったことを指すわけですよ。これに怒った神様はね、何しとんやと、人類に寿命を与えて、女性には産みの苦しみと男性からの支配ね、そして男性には一生苦しんで食物を取ること、すなわち労働の罰を与えましたね。アダムとイブが犯した罪がその後に生まれる人類全体に及んだよっていうのが現在という考え方なわけですよ。なるほどね。ちなみにね、この現在というテーマはキリスト教の中でも割とナイーブな問題なので、まあ様々な解釈がされてるので、あくまで一説と捉えてください。そして旧約聖書におけるもう一つのね、重要なテーマがあるんですよ。それがモーセが神と結んだ契約です。まあ、簡単に言うとね、神様が、え、君らユダヤ人は神に選ばれた民族にしてあげるからなと、神との約束守るんやでーと、うん、守らんかったら罰与えるでーと、そういう契約なんです。それがしない契約であり、ユダヤ人として守るべき戒めがあの有名なモーセの十戒というわけなんですね。この時の契約が旧約聖書の旧約につながってくるということなんですよ。旧約とはすなわち古い契約という意味なんですけどもね、これはあくまでね、後に誕生するキリスト教的な考え方なんですよ。ユダヤ人からするとこの時に交わした契約が全てなんですよ。で、後にね、新たな契約が交わされたとされる新約聖書の存在は認めてないと。それではね、その新約聖書とはどのような内容だったのでしょうか。今から2000年ほど前にね、ユダヤ人として生まれたイエスは人類の罪を背負って十字架にかけられて、その死をもって神と人間の間に新たな契約を結んだわけですよ。これによりモーセが神と交わした契約は満たされて、ユダヤ人だけでなくイエスを通して神を信じる全ての人々が救われる対象となったわけですよ。なるほどね。それまでユダヤ人しか選ばれてませんよって感じやってんけど、はい、イエスがもう全部チャラにしてくれましたみたいな。イエス通して祈れば全員 OK よって言って間口がバーンと広がったり、だからあんな称えられてんだ、だから世界中にブワー広がったと。なるほどね。これが新約聖書におけるイエスが交わした新たな契約というわけですよね。新約の部分ね、キリスト教ではこの旧約聖書と新約聖書セットでバイブル、聖書と呼ぶんですね。ちなみに新約聖書は福音書、使徒言行録、パウロの書簡、行動書簡、黙示録に大別され、全27巻の書で構成されてるんですよ。うわ、結構あるね。すんごいボリュームだね。ボリュームが、イエスの教えや生涯を記しているのが、ね、神からの言いお知らせですっていうのを意味する福音書なんです。この福音書の中に聖母マリアが登場するわけですよ。その中にね。そう。ちなみにね、この福音書もややこしくて、マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書の4つからなり、それぞれで、
書いてること違うねん。ちゃうの。そう。だから難しいのよ。うわーややこ。解釈がね。今回お話しするマリアも福音書によってキャラとか扱いとか、うん、そういうのが全然違うかったりするんですよ。違うの。そう。例えばお金持ちっていう設定やったり、貧乏って設定やったりとか、子沢山っていう設定やったりとか、全然ちゃうのよ。真逆やったり。真逆やったりするの。はあ。だからね。一概にマリアってこういう存在だよねっていうのは語れないんですよ。わあ。四つの福音書全部見て、まあまあこんな感じじゃないのっていう、ふんわりした感じで捉える。なるほど。そう。だから人によって全然見え方が違かったりするんですよ。変わってくるね。そう。基本的には、マリアはイエスの母であること、大工のヨセフと結婚していること、そして大天使ガブリエルによって神の子を身ごもったよと、告げられるエピソードなんかが存在してます。ちなみにね、日本やったら、大工って言ったら木を切って、家を建てる人ってイメージあるやんか。うん。ね、中東の方の家って、まあ、こんな感じなんですよ。全然ちゃうやん。全然ちゃうね。石。石。石やねん。ほとんどの場合、石とか、日干しレンガを積み上げて作ってるんですよ。砂漠地帯では木材貴重なんですよ。確かに。家建てるのにわざわざもう木使ってられへんと。うん。だから、大工イコール石工の技術を持ってることが多かったわけですよ。なるほどね。ねえ、石工。石工を大工なんや。そう。マリアはね、聖書において、神の子イエスの母として描かれるものの、マリア自体はあくまで人間ですよってことが強調されてるんですよ。はいはい。だからそこまで奇跡的なエピソードもないし、なんならちょっとね、イエスに雑に扱われるみたいな、エピソードがあったりすんねん。そうなんや。そう。そしてキリスト教自体も、マリアは信仰の対象としては規定しておらず、むしろマリア信仰するの禁止だよと。禁止してたんですよ。マジで。そう。え、なんですごいびっくりしてる。いや、あのね、例えば、日本やったら、アマテラス大神の子孫の天皇が、ね、トップだよってなってるけど、うん、仏教も OK だよとか、うん、結構寛容やんか。うん。基本的には、まあ、イスラム教とかもそうやけど、自分が主としてる神様以外は祈るの禁止なんです。あ、祈るのも禁止。そう。マリア様はもう人間なので、うん、神様じゃないのに祈らないでくださいねっていう。あ、なるほどね。そういうルールがあったんですよ。はい。旧約聖書冒頭に出てくるイブの罰、生みの苦しみと男性からの支配というエピソードからも分かるように、キリスト教的には男性をね、上の存在に描いてきたわけですよ。なのでマリアという存在も聖書の中でそこまで特別に描かなかったんですよ。しかしですね、そんな教会側の思惑とは裏腹に、うん、マリア、民衆の中でめちゃくちゃ人気やったんや。すごいだよ。そう。なんならイエス以上に人気が。イエス超えてもらった。そう。おいおいと、聖母マリアを信仰の対象にするんじゃない、うん、ね、イエス様へ祈りを捧げなさいと、まあ、言うんですけども、ね、いやいや、あくまでね、イエス様への思いは崇拝でございますと、うん、ね。でもね、マリア様に対する感情は崇敬であり、あくまで人に対するリスペクトみたいな感じなんですって。ね、いう雰囲気を表向きには出しつつ、うん、マリア様に祈りを捧げてたわけですよ。みんなやっぱ祈ってる。そう。で、こっそりね、うん、表向きにはできへんけどもね。で、教会サイドはマリアへの祈り禁止ってやってんのに、こんな風にされたら渋々黙認するか、やめろーって徹底的に弾圧するしかなかったわけですよ。そうやね。しかし人々のマリアへの思いは凄まじく、一向にそのマリア信仰は収まらなかったんですよ、うん、なぜここまでマリアが愛されたのか、それはマリアがそこまで特別扱いされてない聖書の記述だけでは読み解けないんですよ。あ、そうなんや。聖書ではもう普通の人間として描かれてるからね。そうね。なんでそんなみんなマリアを祈るのと、うん、わけがわからんと。なぜかね、聖書には一切書かれてない聖母マリアの伝説が人々の中でブワーって広がり、受け継がれ、熱よく信じられてきたんですよ。ね、教会サイドと人々のマリア信仰のいたちごっこが1500年以上続くなんて。なんかずーっと、あかんで祈ります、あかんで祈ります、ずーっと1500年以上やって、そんな中で、うん、とてつもない大事件が起こるんですよ。わ、何、それが1830年にパリという大都会で起こった聖母マリアの出現。出現出てきた。なんとね、パリという大都会の真ん中の、うん、世界最古のデパート、ボンマルシェの真横にある、うん、女子修道院にね、うん、突如として聖母マリアが現れたというんです。そんな感じで出たの？知らんけど。そうそう。そして聖母マリアは目撃した女性に向かって、神はあなたに使命を授けます、あなたは否定されますが恐れてはいけません、フランス、そして世界は今悪の時代ですって言ったらしいんですよ。そう、これ大ニュースになった。やばいね。そう。で、このニュースは世界中のキリスト教信者に衝撃を与え、信じられないことに
それ以降フランスを中心とした各地で聖母マリアの目撃情報が相次ぐわけですよ。相次いでんのよ。いっぱいすんごい出てきた。うわ、これにはねカトリックの総本山であるバチカンもね調査に動いたわけですよ、ほんまにあったんかと、これ何があったん、ほんまに超自然的な現象が起こったのかって言って徹底的な調査を開始したんですよ、しかしあまりにも多くの報告が相次ぎ、バチカンの調査は全然追いつかないレベルやと、それぐらいもぐら叩きぐらい、うわ、汚れ汚れ汚れた止まらないマリア信仰、増え続ける聖母マリアの目撃情報ね、カトリック教会は徐々にねマリア信仰を認めざるを得ない状況になり、1854年に民間の中で受け継がれていたある伝説が正式な教義として取り入れられることになったんですよ。何伝説？それが無限在の御因宿り。これまではマリアを特別扱いしないようにしてきたカトリック教会が、マリアは生まれた時から無限在、つまり神が人類に与えられた現在から免れていた存在だよと、わらららら、ら宣言したわけです。もともとはマリアはあくまで普通の人間で、イエスという神の子を授かっただけだよと、ね、神の采配だよってことやったんですけども、これはねマリアという普通の人間がイエスという神の子を宿したから現在から免れたんだよっていう話じゃなくって、マリア自身もお母さんのお腹にいた時からもう現在から免れてたよと、選ばれた人間だよってことをカトリック教会がやっちゃったんですよ。認めちゃった。これはもう相当革命的なんですよ、ね、しかしこれだけ人気があったマリアが1854年まで全く特別扱いされてなかったってことが逆にすごいんですよ。2000年近く民衆の中では非公式に信仰されてたってことですからね、ちなみにね教皇庁が認めているもので聖母出現地には以下のような場所があります。1846年のフランスラサレットの出現、1858年のフランスルルドの出現、1871年のフランスポンマンの出現、1879年のアイルランドクノックの出現、そして都市伝説としても有名なポルトガルのファティマの出現、このあたりのお話をね掘り下げるだけでももうめちゃくちゃおもろいのよ。この辺はね今後お話しする旧約聖書編とか、新約聖書編やるので、ね、詳しく深掘りしたいなと思うんですけれども、とにかくもうこの頃のヨーロッパでは聖母マリアの出現がもうすごかった。すごいね。今話したのはあくまで教皇庁が認めてるものなので、それ以外の目撃情報っていうのはもう何百倍とあったわけよ。くちゃあるわけね。すごかった。極めつけが1916年のポルトガルの小さな町ファティマで起こった聖母マリアの出現。このファティマではね聖母マリアが現れたよって情報が出回って、人がブワーって押し寄せたのよ、7万人ぐらいおったタイミングですごい、ね、聖母マリアがブワーって現れて、太陽がジグザグに動いて、ね、色とりどりの光を放つっていう7万人が見てる前でよやばとんでもない奇跡起こしたの。うわ全員がなって、そしてこの聖母マリアは3人の子供たちに3つの予言を託したんですよ。1つ目が死後の地獄は存在すること、ね、現在の人々の罪深い生活や精神のままでは死後その魂は地獄へと導かれるであろうということ。2つ目が大戦争の終焉と勃発、ね、その頃第一次世界大戦やったんですけどもね、それはもうすぐ終わるけども人々が悔い改めないのであればさらに大きな戦争が起こるということ。実際第一次世界大戦がこの後起こってますからね。ありましたね。そして3つ目はね1960年になったら公開してねって聖母マリアから言われたものの、教皇庁はその予言を隠して公開しなかったんですよ。あら言われたのに。そう、隠されたファティマ第3の予言は様々な憶測を呼びもう世界中騒然としてるからね、いつ言うのいつ言うのと、なんで隠すのなんかあんの怖って、教皇さえも言われへんことって何、聖母マリアから1960年に言ってって言われてんのに、言ってへんってことはめちゃくちゃ都合悪いことあんのじゃないのってことで、1981年にはメッセージで公開しろやっていうのを要求するハイジャック事件とかまで起きてるんですよ。うわ、まあ、信者からすればもう一大事やからね、気になると、まあ隠してるしね。そうで、その結果2000年になるとね、あの第3の予言ね、1981年に発生した強行暗殺未遂事件のことやったわって発表したんですよ。ふわっとしとんな。そうそう、黙ってたにしてはしょぼすぎ未遂やしね、暗殺未遂
で1個目は地獄あるよとか、うん、2個目は第二次世界大戦起こるよみたいな話しちゃうのに、うん、3つ目は暗殺未遂でしたわみたいな、いやいやいや、そんなないでしょう、納得せんかったわけね、うん、でもそう言われてるし発表されたし、うーんってなってるのが今、なるほどね、今現在そうまだ出されてない。ほんまの意味で言うと。怖。まあ、そんな感じで、まあ、世界中で聖母マリアの奇跡が相次ぐ中、で再びね、教会制度に大きな変化があったわけですよ。なんと1854年に教義認定された無限在の御宿りに続き、またある伝説が公式に認められることになったわけですよ。おお。それが人々の中で古くから信じられてきた聖母の起昇天という伝説。ね、この伝説はね、イエスが貼り付けにされた後のお話なんですけどね。マリアが亡くなった後、その魂どこに行ったのっていう伝説ね。まあ、その伝説によると、聖母マリアの魂は天国にぷわーって上げられて、創造主ヤハウェと神の子イエスに迎え入れられるという、そういうものやったんですね。はい。それが聖母の起昇天。ね、この伝説は6世紀頃から民間に広がり、様々な絵画としても残されてるぐらい有名な伝説なんだ。もうちょっと非公式よ、うんうん、でもいっぱいみんな絵に描いてる民衆がね。そう、見てくださいこの絵。うわー、いってるね、いってるね、いってるね。ね、真ん中がマリアで、うん、左にいるのがイエス、うん、で右にいるのがおそらくヤハウェイですよね。はいはいはい。マリアに王冠授けてんのよ。授けてるね。なんやこれ。これあやその頃からね、王冠よ。母であるマリアがね、うん、息子イエスに王冠渡すのはまだわかるけれども ね、イエスと創造主ヤハウェがマリアに王冠授けるって、このシーン一体何を意味してるんやと。ナンバーワン、ナンバーワンよみたいな。ちなみにこの聖母の起昇天という伝説は、第二次世界大戦後の1950年に当時のローマ教皇ピオ12世の宣言によって正式に教義として認定されてるんですよ。認定されてる、すごいですよねこれ、うん、しかしね、カトリック教会とはもともと教皇を頂点とするピラミッド型の超巨大組織なわけですよね。そして教皇というのはイエスの弟子の末裔なんです。つまり教会サイドからしたら聖母マリアの出現っていうのはね、このピラミッド構造をぶっ壊しかねない、そういうことよね、とてつもない影響力を持ってるわけですよ。ほんまは認めたくないと。だって例えばその出現した聖母マリアがね、ファンってね、カトリック教会なんかあかんだよとか批判とかしたらもう最悪やんか。最悪やね。聖母マリアの方がやっぱすごい存在やからね、うん、だから恐れたけども、ここまで出てきたらさすがにちょっとやっぱなんとか戦闘ってなったよね、うんうん、ただもう2000年近くマリア信仰を弾圧しても民衆からの支持は衰えず、もうついには世界各地でね、聖母マリア現れ出したもんやから、うん、カトリック教会サイドも認めざるを得なくなったわけですよ。もうね、これ以上はもう無理やと、出てもうてるしと。さあ、まあ、想像以上に聖母マリアの情報がすごすぎてちょっとねびっくりしてるやろ。ふわっとしてしたわ。そう、今回の話をまとめると、うん、聖母マリアは聖書の中ではあくまで普通の人間として描かれており、マリアへの信仰も認められていない。人々の間では聖母マリアはイエス以上の人気を誇り、様々な伝説が受け継がれている。この200年ほどの間に聖母マリアの目撃情報が相次ぎ、教皇庁も認めざるを得ない状況になるということですね。はい。そして聖書はイエスではなく、あくまでイエスの弟子たちが作ったというのもポイント。もしかしたら本来の出来事以上に何かしらのね、制作者の意図とか思想が込められているかもしれないわけですよ。なぜなら教会には超巨大なピラミッド構造があるわけですからね。はい。聖書の冒頭にある男性は女性を支配すべきというアダムとイブの記述からも、このピラミッド構造を作った存在は男性は女性を支配するべきで、人々から求められている女神ではなく男性神を崇めるべきだという考えを持ってた可能性があるわけですよね。実際したイエスやマリアが起こした奇跡と、それを利用して自分たちが支配しやすいピラミッド構造を作ろうとした別の存在ね、なんとなくそんな黒幕みたいな存在いそうな気がするのですが、ワンピースの読みすぎですかね。ちょっとそうかもしれないね。古代から人々の間で信じられてきた聖母の起昇天という伝説、そして王冠を授けられる聖母マリアの絵画のように、もしかしたらマリアもまた王であったのかもしれません。そしてイエスの妻だったと言われるマグダラのマリアもまたマリアという名前を持ち、いろいろとね、謎が多い存在だったりするわけですよね。すね、まあ、この辺は正統竹内文書の口伝で伝わる男性は統治を、女性は祭祀をという仕組み、そして名前は世襲制であり役職名として受け継がれるという古代日本のルールをどこか連想させますよねっていう、
ところでちょっとつながりを感じさせるわけですよね。なるほどね。いつかね、このマグダラのマリエ、うん、イエスという存在も掘り下げていきたいと思います。いや、これおもろいね。おもろいでしょ、うん、今回はね、聖徒竹内門徒超考察の番外編だったんですけども、うん、一見関係ない話に見えて、これは後々繋がってくるしね、うん、宗像三女神とか、なんか女神にちょっとね、いろいろね、謎が隠されてそうだなと思うわけですよ。確かに。次回は大いなる秘密の鍵を握る大国主の妻すせり耳についての超考察をしていきたいと思います。次回が気になる方はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にもね、僕らの SNS があるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日はこの辺で、またね、バイバイ。